はい、ということでいつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、私が持ってるロアラさんグッズを紹介するシリーズ第4弾ですね。今スキー場に来てます。これは今エルグランドアラの中ですね。ちょっとレンズが広角じゃないんであれなんですけど、こういう風に今車中泊仕様になってます。でここですね、これ掛け布団の掛け布団毛布敷布団で、エアーのクッションですねがあるんですけど、この下にドアラさんが隠れてます。よいしょ、じゃーん、令和クッション、令和ドアラさんクッションです。でこっち側こんな感じですね。でもう一個隠れてるんです。よいしょ、これドアラまみれクッションですね。いいですね。これは裏も表もデザインが一緒。はい、これは多分まだ通販で買えると思いますね。はい、これはちょっと置いといて、でこちらはエコバッグ、エコですねって書いてありますけどエコバッグです。今この中に洗濯物が入ってますね。でこれがだいぶ昔ですね、こうユニフォーム見て分かる通り落合監督時代のドアラさん、これ UFO キャッチャーで撮ったやつですね。もう一つ家にスーツを着たドアラさんバージョンもあります。でさらにもう一個ですね、私が折り紙で作ったほっぺとかまつげとかつけて作ったドアロコさんも家にあります。でこれ売ってるドアラさんのぬいぐるみと比べて結構クオリティ高いですよね。可愛らしい顔しますね。はい、UFO キャッチャードアラさん。アミューズメント専用って書いてありますね。はい、でこれはネズミバッグ、あこれはいいでしょう、どうでも。でこれがいつも私のスキー動画に出てくるドアラポシェットですね。球場行く時も腰からぶら下げてます。でこれは新しいのが出てますね、新しいポシェット。ここにちょっとほっぺの筋が入ったポシェットが今売られてるんですけども、これ昔の古いデザインですが、なんかこっちの方が可愛らしいんでずっと使ってます。これは小銭入れ豆しわですね。でこっちがドアラさん小銭入れ、これもスキーの時にここに小銭入れて滑ってます。でこれは沖縄で買ったポーチですね。これ2年前ですかね、沖縄のキャンプの時に買ったポーチです。でこれはキャップですね。これも沖縄キャンプの時に買ったんですけども、去年ですね、直筆サイン入りです。ちゃんとドアラさんにお願いして書いてもらいました。はい、であとこっちはまあドアラさんグッズはないんですけども、車中泊グッズということで、これヒーターパネルですね。これに電源さして熱が出るっていうやつです。でこの下は即席の味噌汁とか即席のスープとかコップとかいろいろ入ってるやつです。これは LED ライトですね、充電式の。こんな感じで電球色だったり中高色だったり中間だったりっていうのがありますね。でこの下見づらいですけど、これポータブル電源ですね。すごいバッテリー、ここにコンセントをつないで家電製品が使えると、 300W まで使えるやつですね。はい、じゃあ今日はスキー場にいるんでスキー場から動画を撮りました。じゃあ今回の動画はこれぐらいにさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。
はい、すいません、さっき動画閉めたんですけども、以降ご紹介するの忘れているものがありましたね。車に常に常備されているもの、これですね、ドアラさんバッグ、後ろ1994ってなってます。ドアラさんトートバッグ、この中にはお風呂セットが入ってます。バスタオルとか体洗うタオルとかですね。よいしょ。で、このお風呂セットの中にもドアラバスタオルっていうのが入ってます。で、風呂から出たらドアラさんで体を拭くっていう感じですかね。はい、広げてみるとこんな感じ、パステルカラーのドアラさんですね。これは確か名古屋球場じゃない、名古屋ドームの開幕戦の時に何年か前 G ステージ待ってたんですけども、あまりに寒くて防寒具として買ったバスタオルです。で、これが今常に車に乗っていつ温泉に行きたくなってもいいように常に車の中に装備されてますね。で、もう一個このドアラさんカバンの中に入っているのが着替え用の T シャツ、ちょっと広げますね。よいしょ。はい、これです。感知しました、ドアラ復活。これ何だったかな、指怪我した時のやつですかね。それが治った時の、それか靭帯やった時か、結構ドアラさん怪我してるんで、まあ、人体か指やった時か、まあ、それの復活記念 T シャツですね。こんなのも入ってます。もうドアラさんグッズは車の中ないかな。はい、じゃあこれで以上です。ご視聴ありがとうございました。で、ごめんなさい、またすいません、忘れてましたね、大事なものを。こちらですね、ドアラサンシェード、裏は銀色になってます。これはネオエクスパーサー岡崎で買えるやつですね。そこでしか売ってないやつです。ぜひネオエクスパーサー岡崎に行って手に入れてみてください。じゃあすいません、今度こそこれで失礼します。ご視聴ありがとうございました。